なんですの二階堂、そんなに力まないでくださいまし。ウサギちゃんこそそんなに引っ張らなくてもいいんじゃない。貴様ら、仮にも異端審問官になろうとしている者が犯罪者の真似事をするというんじゃないだろうな。おっと、あれだ。あ、あ、うわ、まずい。いたつ。ん？ん？ウサギ、大丈夫か？お。ウサギ、どうしたんですか？ウサギさん。なんですか？さん付けなんてして、いつもみたいにウサギって呼んでくれないと嫌ですよ。何するんだ。クシャナギは相変わらずいい匂いがするですね。私、この匂いがとっても好きなんですよ。おい、お前何して。なんでよ。え、なんでよ。タケル、私がいるのになんでウサギちゃんとイチャイチャしてるのよ。タケルのバカ、やめろって。まさかお前は酔っ払ってんのか。当然当然、私のはちっちゃいですよ。だタケルが大きいのが好きってこと私だって知ってるもん。私だってね、みんなにないないって言われてるけどちゃんとあるんだもん。そりゃちっちゃいけど、とってもとってもちっちゃいけどちゃんとついてるんだもん。マリ、マリさん、なんでおもむろに上着脱ぎ始めてんの。別に今そこの話してなかったよね。ほら、あるでしょちゃんと。いや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 、ちょっと待てって。どうして隠すの。やっぱ私のおっぱいなんて見たくないの。さらぎ、なんでそんなにげっそりした顔しているのな。もうどうしてこの私は笑っているのにお前はげっそりしているのかと聞いているのだぞ。答えろ、くさらぎ。くさらぎの肌はスベスベなのだな。まるで女の子みたいではないか。近いっつーの。うわあ、だってほっぺた舐めるんじゃねえよ。おお、なんだ、嫌なのか。い、嫌じゃねえけどさ。じゃあ文句言うんじゃない。シュランに泣き上戸に笑い上戸かよ。そんな嘘だろ、まさか。だってお前は魔導医さんなのに。クイック。まさか泥酔の指輪だったとはね。想定外だわ。よかった、杉並はシラフか。シラフ？そう見える。え、お子ちゃまの草薙に耐えられるかしら。私も酔っちゃったみたい。うん。うわ。